はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側エクセキューショナー使っていきたいと思います。よーし。で、今日はこのエクセ…ん?待って、カラス飛んだ。いた。はやっ。よいしょー。いいよ。はい、今回はエクセキューショナーを使って、まあ、このキラーと相性のいいパーク紹介していこうかなと思います。よいしょ。ミンちゃん追いかけたかったけど、こっち行こうかな。はい、このエクセキューショナーと相性がいいパークってことで、今回持ってきたものはゴーストフェイスの固有パークの地獄耳ってやつですね。はい、よいしょ。はい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 。あー、壊された。よいしょ。これ地獄耳ってのは、このキラーから 48m 以内でせっかちな行動を行った生存者のオーラが6秒間見えると。で、この地獄耳は40秒ごとに1回のみ発動可能というね、パークとなっております。で、せっかちな行動ってのがね、いまいちよくわかんないんだけど、まあ、多分窓枠とか板とか飛び越えた時のことですね、きっと。はい、なんでエクセキューショナーと相性がいいかっていうと、まあ、生存者をこうやって追いかけてるときに、生存者が窓枠とか飛び越えたら、その飛び越えた後6秒間オーラが見えるので、地獄の罰が当てやすくなると。惜しい。見えてはいたんだけど俺が当てれなかったですね。いいでしょ。なんで、まあ、これをつければ地獄の罰が苦手な人もわりかし当てやすくなるかなと。お、よく見てるね。はいはい。うん、結構見てるなこの人な。で、地獄の罰あんまり当てれないよって人、まあ、というかこのエクセキューショナーの勝率を上げる、まあ、コツと言いますか、はい、まあ、どうやったらこのキラーで勝てるようになるのかと、まあ、結構強いキラーだから、まあ、言われなくても、お前に言われなくても勝ててるよって人もいると思うんだけど、まあ、ちょっとしたコツがありましてね、はい、地獄の罰に頼りすぎないってことがかなり重要だと思います。このキラーは簡単に言うと、地獄の罰はデモゴルゴンのシュレッドみたいなもんなんですよ。ね、デモゴルゴンのシュレッドもぶっちゃけその避けようと思ったら避けれたりするので、その対応してると、まあ、簡単に読まれて避けられて、で、避けた後の硬直が、ミスった後の硬直が長いので、なんだろうな逃げられやすくなると。で、この地獄の罰も同じで、まあ、まあまあ硬直が長いのでミスった後結構大変なんですよね。はい、ミスった後に距離を離されちゃうと。よいしょ。なのであんまり対応しないのが強いかなと。もう足の速さが普通に速いのと、そう、あと檻に送る技が強いので、普通にその2つだけでも戦えるかなって。まあ、もちろん地獄の罰当てれたらもっと強いんだけど、地獄の罰はなんかもう何もないとこで打っても、まあ絶対避けられるんで、要所要所で打つ感じで、避けれないところで打つみたいな、分かってても避けれないところで打つみたいな、窓枠飛び越える瞬間、板飛び越える瞬間とかね。で、生存者もバカじゃないから、そこを狙ってくるなってことは分かってるから、なんかミスリードというか使うふりをするっていうのも手なんですよ。いいですよ。なんか窓枠の近くとか板の近くで地獄の罰は使わないんだけど、剣を突き刺すっていう行動を取ると、生存者はあ、これ技使ってくるなって警戒するので、今みたいなことかね。よいしょ。で、実際に飛び越えたらそのまま剣を振ればいいっていう、地獄の罰を使えばいいと。さっきこの窓枠飛び越える1個前の窓枠のところ、俺が剣地面に突き刺したから窓枠飛び越えなかったですよね。
そういう行動を取らせるだけでだいぶなんだろうな、生存者はチェイス時間ロスするんで。いいですよ。こんな感じ。今左の窓枠飛び越えようとしたので剣を突き刺したんですよ。そしたら左の窓枠飛び越えなかったですよね。で右の板の方に行ったと。ちょっとそのまま地獄の罰を使ったみたいな。はい、そんな感じで、まあ地獄の罰自体はまあそんな感じで使えば OK で、まあその地獄耳はその補助みたいなもんですね。そう、そもそも、うん、その俺がさっき言った話以前の問題で全く当てれないよって人は、まあ地獄耳持っていくことによってやりやすくはなるかなと。なんかもがいてない？よいしょ。あ、なんか足跡めっちゃついてんだけど、どこにいるのこれ。みんちゃん行ったね。ん？いた。はいよ。待てい。よし。はい。まあこの人今あんまり後ろ見てなかったから避けなかったけど、基本的に今みたいなところは避けられます。ハントレスの投げ斧もだだっ広いところでは基本的に避けられるし、今みたいなところシュレットを使っても避けられますよね。なんでさっきみたいな場面では地獄の罰は極力使わない。当てれないんだったら使わないみたいな。当てれる自信がないんだったら使わない方がいい。降りた、いましたね。うん、はい、まっすぐ助けいきますね。はいよー、こいとリーちゃんでね、潰しちゃいます。あれこれ今地獄民は通しないですね。うん、まあ、場所によってはあんまり発動しなかったりもするから、まあこれ持ってったからってもう格段にね、うん、やりやすくなるってわけではないんだけど、だから何度も言うけど、まあ、きっかけをつかむために持っていくのありかなと。よくこの三角様に相性がいいパークなんですかってすごいやっぱり言われるんですけど、まあ、絶対これみたいなのないっすね。よいしょ。絶対これみたいなのがなくて、はい、まあ強いて言うなら地獄耳と最後のお楽しみぐらいかな、強いて言うならって感じですかね。はい、さっきのデビキンは窓枠飛び越えるって思ったので、まずとりあえず剣を突き刺すんですよね。で実際に飛び越えたらそのままね、ここの場面ね、実際に飛び越えたらそのまま地獄の罰を使う。飛び越えなかったら剣を突き刺した状態から剣抜き刺して、剣を抜いてまた普通にチェイスに戻るみたいな感じすると強いです。お、なんかいたわ。ちょっと地獄の罰講座ですね。まあ、それさえできればもう圧倒的にその勝率上がりますね。デッドアート使った。よし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 。はい、まあ、今みたいな場面もね、はい、板飛び越えてる瞬間は絶対避けようがないので絶対死ぬじゃないですか。はい、まあ、そんな感じです。はいよ。ちょっとやりながらのね、このプライベートマッチではなく普通にガチのね野良で戦ってるので、ちょっとやりながらだ と、 ちょっと説明あんまりうまくなかったかもしれないんですけども、まあ、そんな感じです。コツさえ分かればめちゃくちゃ強いと思いますよこのキラーは。うん、もう基本性能が標準的なキラーで、まあ、やれることが多いし、普通に地獄の罰使わなくても檻とこの足の速さとで普通に強いんだけども、地獄の罰を多用なんかうまく使えるようになると、
まあ、さらに強いので、まあ、頑張って練習する価値はあるかなと思います。うん、何度も言うけど分かってて避けられないところに使われると無理だからな。ちょっとそこハントレスとかに近いんだけど、はいってな感じでいかがだったでしょうか。まあこのエクセキューショナーと相性がいい、うん、ということで、うん、まあ、地獄耳を持ってきたんですけども、ごめんな、3回目ぐらいでなんだけど、まあ、あくまでその地獄の罰を当てるきっかけをつかむものですね。あの地獄耳ってその窓枠を飛び越えた後、板を飛び越えた後にオーラが見えるじゃないですか。まあ、それもいいっちゃいいんだけど、その飛び越える瞬間が俺の中でこの狙い目だと思ってるので、地獄の罰を当てる瞬間だと思ってるので、うん、オーラが見えた後じゃあちょっと遅いかな、避けられちゃう可能性があるかなって感じなんですよね。高ランクだと特になんですけど、あのフェンミンさんとかね、めちゃくちゃ避けてましたよね、はい、そうよ、あの窓枠とか飛び越えた後はもう生存者が自由に動けるので避けれちゃうんですよね、はい、でも飛び越える瞬間ってもう固定されてるから、場所が絶対当たるんですよね。だからそこを狙うようにした方がいいです。だからそれすらまだままならないよって、全く慣れてないよって人はとりあえず地獄耳をつけて当てる練習をして、慣れてきたら地獄耳外して、その要所要所で地獄の罰を打ってダウンさせるようにした方がいいと思います。はいってな感じです。はい、ちょっと長くなりましたが、はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てください。バイビー。